いやちゃやんないのです。ということで、今日もやっていく。すいません。やばい、マジむせる。もう最近むせまくる。ってことで、やっていくんですけど、ドンと、トロフィーが上がりましたね。ヘイヘイヘイという感じで、展開からね、デッキ変えてから、このデッキで、どこだ？これか、1,2,3,4,5,6,7,8 連勝したんですよ。で、一回、ちょっとここは、俺のミスで、まあ見てもらえればわかるか。一回ちょっとここはまあ、4倍速でミスしたところだけお送りして、まあこれもね、まあミスっていうか俺の甘えですね、単なる。ここで、ここはいい防衛して、エレキ切って、エレキがいないから3が5しかいないだろうっつって、ベビドラを足してつけたらペッカで防衛されて、そのまま持ってかれて、GG という感じだったんですけど、これで、まあこれも俺のあそこでのなんか攻めすぎの判断ミスですね。なんですけど、まあその後もね、まあ、3-0、3-1、3-0という感じで、結構ね、3クラ取れるんですよ。これも3だし、3クラ取れるパワーもあって、すごい安定して勝てるんですよね。迫撃にも勝てたし、結構迫撃にも勝ててるんですよね。で、今流行りのバルフリ、まあベビドラホバーとコウモリって感じで、あんまり空にね、火力ないように見えるんですけど、結構コウモリ、タルババいうので、高回転に回して、空をね、手元に持ってこれるので、割と、一発で抑えつつも、あと、ホバがやっぱり攻撃範囲が広いんで、バルーンの爆破を受けずに、そのカウンター持ってきるんですよね、そのまんま。なんで、そういう感じ、結構カウンター持っていく感じで、いけたんで、まあ、とりあえず2本、リップ紹介してから、ラスト、生マルチ、いこうかなと思います。ということで、最後、1本目、バルフリ。バルフリですね。これで注意すべき点は、まず、一番いい、処理方法は相手のベビドラを自分のねホバで処理して、前に工場をつけて、で空に当てるユニットがまずそしたらホバにね当てるユニットがインドラしかいなくなるんですよ。そこにコウモリを追い焚きしてあげて、相手のがねトルネでしかね処理できないっていう、もしくは、防衛フリーズでしか処理できないという形を作って、自分のサイクルに持っていくっていう感じで、一回そのベビドラをねホバで処理しちゃえば、それにずっとそのサイクルでいけるんで、まあこれはちょっと勝ち合っちゃうんですけど、まあ言うて全然察してくるように言ってもボーラーとかだろって思うんで、まあホバでね、ボーラーが来てもベビドラが来てもこれはホバで全部しばけるんで、とりあえずこんな感じですね。で、まあ、ここは落ち着いて、まあ、相手がベビドラ足すのを待って、後ろからベビドラ。で、ここで相手はインドラを切って、ペッカを処理するカードがなくなったんで、端前ペッカですね。ジャギーン！インドラがいない時に、ペッカをすれば相手はフリーズとかで止めるしかなくなっちゃうんで、で、これはちゃんと結構遠めのね、ところからフリーズかトルネが来るだろうと思って、まあ、結構遠めのところからやったら、まあ、案の定フリーズが来て、まあ、ここで1本おると。トルネが来るだろうと思ったんで、置いたきユーナスね。よいしょと。いう感じで、ここでね、正直、4コス工場行けばよかった。左に、4コス工場行けばよかった。ちょっと俺が甘かったですね。ここは、ちょっと、折れるかなって言って見守っちゃってて、で、これで、あ、工場投げようって気づいた頃には、あ、相手エリクサー溜まってるわと思って、今こうやって、俺が手元で工場握ってるの分かると思うんですけど、その4でね、1エリアで取ってたんで、4で投げれば相手はエリクサー3しかなくて、ボーラー出せなくてね、工場ガイーンがめちゃくちゃ入ってたんですけど、なかなかね、それがうまくいかなくて、まあとりあえずボーラー引き出そうと思って、シャアなしのまあケツ工場ですね。でボーラー引き出して、まあケツペッカで、これでバルーンが来ることはまああらかた予想できたんで、ホバーとコウモリで守っていく感じですね。ちゃんとホバーとコウモリは離してあげて、フリーズ巻き込まれないように。で今の流行っている形のバルフリは、ザップがないので、ちゃんとそのコウモリ、まあザップがあるとしても、ちゃんとね、フリーズがほぼ入ってるんで、今のバルーンデッキには。なんで、ちゃんとホバとコウモリをフリーズの入らない範囲に出してあげるっていうのが大事ですね。で、これを出してあげるという感じで、とりあえずこれぶっ転がしていって、で、まあ相手はフリーズを打つと。で、なんで、まあこっちは捨てていって、こっちにね、ぶっぱぶっぱと、ぶっぱゲーミング所属のって感じで、まあとりあえずこんな感じでね、ホバをぶち込みまくって、まあ、工場ぶち込んで、まあ、相手はねバルーン刺すしか勝ち筋がないんで、バルーン来るけど、まあ、間に合わねえぞとサンクラを取っていく。まあそんな感じ。割とこのデッキはやっぱホバの延命が鍵っすね。
今は陸の工場とか結構多くてボーラが増えてるんですよ。スケラにもまあバルーンにも、ね、結構ボーラが入ってる感じがするんで、あのホバーをね結構なんだろう、コウモリだったりベビドラを追いたきしたりで延命してあげることがやっぱ勝負のね鍵になりますねと。あとはなんだろうな、今流行ってるの迫撃の勝ち方は絶対知っといた方がいいですね。どっちにしようかな。枯渇三重子もそうですね。まあこっちでいいか。とりあえず迫撃への勝ち方ですね。まあ一応序盤は耐える感じで、なんだろう、何かでタゲを取りつつホバで打つみたいな感じですね、割と。かな。ペッカでタゲ取ってもやっぱり自陣でしばかれちゃうんで、相手の自陣でしばかれちゃうんで、工場やユーのやらでタゲを取ってからホバで、なんだろう、攻め迫撃来た時に、何か陸でタゲを取ってホバでぶち抜くって感じですね。で、あとは、相手のプリンス切ったタイミングとかで、ハシマイペッカをしつつ、後ろにベビドラつけるとか、まあ、そういう感じですね。まあ、ホバ。よいしょ、ベシンという感じで。まあ、コウモリ。囲んできて、まあ、来るかなとは思ったんで、構えつつ、ベビドラをね、召喚すね。召喚して、まあ、穴掘りもしばき倒してあげるという感じですね。で、ここはケツペッカ、あれしない。なるほど。ケツペかと思ったけど。まあこれはペッカ受けですね。ペッカ受け、まあ別に変なことしないでペッカ受けで大丈夫です。ジャギーンという感じで。まあ結構削られちゃう。プリンスとフキアで結構削られちゃうんですけど。まあまあまあ、ここは落ち着きですね。まあ何か足しても、あの、迫撃とギャングとコウモリで防衛されるんで、とりあえず落ち着く、あの、攻めすぎないことが大事ですね。結構、ホバとかがあって、攻めるタイミングを伺えば、あの、いつか来るんで、攻めれるタイミングがね。だから、ひたすら落ち着くって感じですね。とりあえず、ベビちゃん。ベビちゃんを足してあげるという感じで、まあ、相手がね、ザップってきたけども、えいへいへいへいと。まあ、これで来て、結構処理できるって感じですね。で、コウモリ置いて、先したかな、してない。なるほど。まあまあまあ、ここで有利を取っていき、まあ、コウモリをね、足元にペロリンと炊いてあげる感じですね。ほんでもって、まあ、ケツから工場、安牌。で、ホバ。ホバで真ん中のコウモリを受けつつ、まあこれで、多少は受けちゃうんですけど、この形が強くて、カウンターですね。これが相手からしたら結構だるかったりするんですよね。ここはケツペッカ。相手が穴掘りも切って、迫撃も防衛に使ったところでケツペッカしても攻められない状態なんで、ケツペッカで攻められないときは絶対にケツペッカをした方がいいです。この大事ですね。やっぱりペッカを使う上でケツペッカは結構大事。で、ここはベビドラをつけて、ここなんですけど、なんだろう、タルババを使いたい場面がめちゃくちゃあると思うんですけど、ここでプリンスの受けで使っちゃうんですよね。まあ、理由は、後ろにベビドラがついてるんで、プリンスを、秒処理してあげれば、相手もね、ギャングとか出しにくいんですよね。で、こっちはポイズンも持ってるんで、吹き矢も潰せるって感じで、そうですね。まあ、とりあえず、ペッカベビドラ、2倍入ってからのペッカベビドラの形が強いですね。とりあえず、これで、結構延命してあげるという感じで、これで工場をちゃんと5巻き込まれて、相手がここは5ミスるんですよね。まあそうですね、ミスっちゃって、まあね、それをね、まあ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 当たってたとしても、まあいけたかなと。ベビちゃんがね残っているんでね、っていう感じで、まあ結構ねゴリゴリゴリって最後2倍になるまで、イメージは迫撃とか、まあ相手によって変えるんですけど、迫撃とかは本当2倍になるまで耐えて、まあ自分でね、どっこいしょという感じで、2倍になってからペッカベビドラホバ工場みたいな形を作ってぶち転がすって感じですね。ってことで、今から生マルチ行きたいと思います。よいしょ。まあいつも俺生マルチ負けてばっかなんでね、ちょっと今日は勝ちたいなと思いますね。まあこれから、新年会とかいろいろあるんでね、ちょっと6700行っていい気持ちになって、しばらくはクララをね、ちょっと、まあ、やるっすけど、まあ、マルチはねちょっと本当に神経を使うんで、まあ、やらずにキープしていって、まあ週末ね7000に乗っけたいなと思いますね。えい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 。でも今期そうですね、ちょっとなんかトロのね伸びがねそんな良くはないかなと思うんですよね、正直。なんでなんだろう、7000ぐらいって普通にグロ2桁とか、うわなんだっけな、めっちゃ当たった。もう昨日俺一生もう寝ないで、ね、マルチ回してたんですけど、5回ぐらい当たった気がする。だけどデッキ覚えてない。やっぱ記憶力ですね、このゲーム記憶力大事です。
なんだっけな、バルフリだっけな、なんか各駅みたいな名前しといてバルフリだった気がする。ちょっと初手切れるカードがないですね。バルフリだったら2倍になる前に持っていきたいんで、ファイボー、あ、遅延ロイかな、遅延ロイ説があるな結構。おや、あ、あれだ、ホグだ、キョスケホグ、キョスケウィザード、マルタ、トルネ、ファイボー、ナイト、オッケー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 。これ瞬時に相手のデッキを見抜く力も大事ですね。いらんな、大体ザップがないんで、コウモリ、まあ2コスでね抑え、しかもコウモリって呪文打たれなかったらホグ一発で抑えられるんですよ。なんで、あとウィザードがいたんだよな確か、そうそうそう、おい、いい、いいね、これホグ来そう、いいね、スケアミがあるんで今攻めても何も起きないんですよね。コウモリセパスね、これスケアミしか防ぐカードがないんで、よいしょ、あー早かったか、あーやばい、これちょっとやばいですね。これ絶対ウィザード追加来るな、来なかった、よし、これはケツペッカーっすね。ディディーン、ケツペッカーをしてベビドラでぶち転がしてあげて、そうですね、ベビドラでぶち転がしてあげることが大事かなと思いますね。これはポイズン、はい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 、いいですね、いいよいいよ、オッケーオッケー、そういう感じね、よいしょ、オッケーオッケー、はい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 、了解了解、そういう感じね、オッケーオッケー、よいしょ、8枚ペッカーしてあげて、キョスケが来るな、今ウィザー、いやー持ってかれるな全部、とりあえず血湯のっすね、ホグが来ても安心安全の血湯の押してあげて、はい、あ、これいけそう、普通に行けそう、来ないか、いやー来ると思ったんだけどな正直、飛べ言うの飛べ言うの、やっーたーぱー、いやこれはいける、いけるいける、くっ、いけ、よーしよ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 し、よいしょ、でここはあれですね、キョスケとかナイトが受けにいるんで、ここは足さないですね、足さないでいって、かー、マジかーマジかー、またまたナルチを受けたかー、もう何回負けんだよ生マルチ、マジでもう、また負けたわ。なんで、なんでこんな、俺、今まであれですよ、これ、10勝1敗だったんですよ。10勝1敗。まあまあまあ、そういう時もあるな。誤差、誤差。おかわり。おかわり、おかわり。嘘でしょ?ちょっと待って。ちょっと待って、なんで?なんで?なんで?なんでだ?あー、マジかよ、もう、やだな。本当にやだ。マジで生マルチ勝てねえ。なんでだ?なんでだろう。まあ変なの引いたってのもあるけど、にしても勝てる相性でもあったな。いや、マジか。いや、マジかよ。もう、くそ。でも相手空がなかったんで、ホバとかビビトロで結構、まあでも、キョスケの爆発に毎回吸い込んできてたんですよね。相手もあれ賢かったな普通に。
どうすっかなこれ。ちょっと待って、マッチングしない。頼む頼む、動画だからマッチングしてくれ、頼む。全然マッチングしませんね。俺に恐れてんのかな。ちょ、一回。2分20秒。まあ、そんなかかんないです。そんなかかったことがない。なんなら。もう、あと10秒ぐらいでマッチングしますね。マジかー。なんでだよー。くっそー。しばき上げてー。カリカリするな、本当に。すぐ潜りたくなっちゃう、こういうのがあると。いやー、でも生マルチ、そうですね、でも結構やっぱり見たいとは思うんですよね、見てる側も。僕はその人の、なんだろう、まだペーペーの時に、あのポロンさんとかミカさんの動画を見て学んでいる時は、そのなんか生をね、生をじゃない、マルチをね、生でやってほしかったんで、まあそうですね、グラチャレより生マルチやろうみたいな、そういう派閥だったんでね、まあ、マルチの方が見たいんじゃないかなと思うんですけど、正直変わんないみたいなとこありますかね。さては、マッチングしなかったらどうしようもないですもんね。カットする説があるな、ここ。いや、全然、お、来た、よし、うーわ、200したっすね。これ負けて動画内でマイナス45、おいしいおいしいみたいな動画になっちゃうな。これ無視。やばい。あー、クロスか。やばいな。クロスか、ホグか。まだわかんない。次出てくるユニットでわかりますね。マスケか、アーチャーか。アーチャーですね。アーチャーに飛ぶ。いいね。よいしょ。まあ、これはホバにハイボー打たざるを得んので、いいファイボー、めちゃくちゃいいファイボー打つな。やめとけ。いや、だるいですね。うわー、めんどくせえ。これ、とりあえず、2倍になるまで様子を伺いたいんですよね、こっちとら。待ちますか。アーチャーが出てきたら、ケツベイビードラ。ほんで、タルババ絶対切りたくないですね。理由は、ハシマイペッカを、あの、受けでハシマイペッカをしたときに、この多分ベビドラを後ろにつける形がね、スケを潰せて結構強いと思うんですよね。はいはいはい。ペッカ受けをしたときに、橋を渡るときにスケとか SP が来るんで、それをね、やっぱクロスに当てたいんですよね、タルババは。なんで、まあ、アイゴレかな。いや、おいしいおいしい。にゃーにゃーって感じですね。いや、だるいだるいだるい。これ受けてくれ。受けてくれ。受けてくれ。オッケー。うわー、だるい。まあ、相手も様子伺ってますね。非常に。こういう感じの試合になっちゃうっすね。ちょっとファイブ当たんないように工夫して、これちょっと攻めるか。はい、これオッケー。タルババ切ったからワンチャン相手が攻めてくるかもしれないんですけれども、来ないですね、なかなか。しぶとい。なかなか来ないですね。結構攻めまくってるんですけど、なんか様子を伺われてアド取られてる感じがすごいですね。ちょっと、あー、アーチャー固めてきた。これ、来ますね。いいですね。あー、正直攻めたかったな。もったいね。この橋渡るときですね。大事なのは。おいしょ。はいはいはい。OK。全然 OK。 ほんで、
オッケーオッケーオッケー。ケツ工場から形を作りの、まあ、こうですね。これで5をまず打たして、はい。でとりあえず、橋渡る寸前で、タルバをべっ転がして、よいしょ。はいはいはい。まあ、これは、ちょっとクロスが来そうなんで、こっちに、工場ぶち流しつつ、いやー、引き分けはしたくねえよ、動画で。待って。やばいやばいやばい。ちょっと焦りが。待って。でもこれはチャンス。あーやばい。だいぶやばい。あ、真ん中テスラで防衛されるなこれ。待ってね。これで5を出して、はいはいはい、でスケがこっちに来ると思うんですよね。よいしょ、オッケーオッケー、いいね。これしばきいけるかな。うわー、ダメージリード取られたままは終わりたくね。あー、おまずいですね。多少アドは取られているんで、どうしようかな。なるほど。あー、これ美味しい。これワンチャンある。よいしょ。来た。ペッカから竹取ってる。いいですね。いいね。いいよ。いい、めっちゃいい。あー、これ。全部アイゴレ。あー。これ引き分けかな。引き分けで終わんのもな。終わんのもなすぎるけど、引き分けかな、これは。相手が、もう引き分けの顔してきてますね。ワンチャンあるか。あれ？大丈夫か、これ。あぶねえ！危ねえ、危ねえよ、引き分けで。ああ、すいません、引き分けでごめんなさい、ほんと。ああ、負け引き分けか。もう生マルチ勝てねえ。俺やりたいんだけどな、動画で。俺最近結構動画で生マルチやってるんですけど、全然勝てんすね、マジで。ああ、勝ちたいな。ふぅ、ってことで、まあ今日は終わっちゃおう。くっそ、マジで悔しいな。全然勝てんなぁ。よいしょ。まあ、とりあえず、まあ、グロー。まあ、さっき言った時は67、8ぐらいやったんで、まあ、とりあえずね、こんな感じで順位更新して、今シーズンはね、7000を絶対に超えたい。7000を超えたいですね。ってことで、まあ、テンゴットとラットと焼き鳥と勝負もしているんでね、まあ、絶対もうボッコボコにして、煽り散らかしてやりたいなと思います。ってことで、そうですね。この辺かな。勝ちたかったけど、まあ、この辺ですね。ってことで、まあ、終わります。まあ、毎日投稿やっているんで、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ってことで、